てってるるる。お。てってるるる。てってってってる。てててて。Here I am, I am, oh, here I am, I am, oh, I am, 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 I am,はい、いいね、この歌いいですよ。だろ、はい、清彦さんですよ。はい、清涼お化けっていう人でしょ、これね。うん、あとこの人と、あの布施明、清涼お化けっていうね。お化けですね。最高ね。でも、あの、西川貴教、うん。はいはいはい。あの人も清涼お化けらしいね。へぇ、口でっかいもんね。なんだっけ、なんだっけ、あれ英語の名前なんだっけ ?TM レボリューションね。そう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 。うん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 、あの TM レボリューションもすごいらしいから。うん。うん、あれもすごいって聞いたよ。ウルフルツ。トータス松本。あ、トータス松本もすごそう。うん。口でかいからね。そう。あと多分一番声量ないのチャラやと思うね。ささやき系やからね。そうそう。私を増やすに、ふざけがしないね。ってやつね。うん。ちょっと似てたんちゃうよ。似てたね。嘘やろ。うん。うん、小西くん。はいはい。今日は僕機嫌悪いから。ねえ、どうしたんですか？ダークオータってなんですか？あの、ダークサイドけど、そう、うん。ダークサイドに落ちたオータってことだから。おぉ。今日付き合ってもらうよ。はい。わかりました。頼むよ。はい。ねえ。そしたらじゃあ、スタートするから、とりあえずね。はい。はい。よろしゅう。はい、お願いします。顔めっちゃ渋い顔してるじゃないですか。そうやろ、機嫌悪いね。なんで？理由は言わへん。理由は言わへんだけど、とにかく機嫌が悪い今日はね。そうなんですね。うん、だから僕は今日、うん、まあ、小西くんにも何やるかって言ってなかったの。うん、で、もうそのいただいたコメントに当たり散らかそう思って。ああ、どんなコメントでも？どんなコメントでも、もうとりあえず当たり散らかそう思って。でもダークサイド、ダークウォーターだ、今日。ダークウォーターらしいですよ、皆さん。そう、ダークサイドウォーターだから。バックサイドサブロクみたいやけど。サイドウォーターね。なんか皆さんコメント待ってまーす。おお、頼むわ。ね、なんか、はい、38人視聴者やって、うん、で、一瞬120人ぐらいになって、うん、すぐ138人視聴者になったんやけど、これ、なんやどういうことなんやな。あれストリームやろ、これ。おい、どういうことやねんな、おい。え、あ、もう始まってる。気に入らんな、これ。どういうことやねん、これ。ずーっと38やで。そういう時もありますよ。なかなかあるでしょ、そんなバグなんか。しょっちゅう。バグバグや、バグバグや。バグバグはあるけどもやな。コメントがもう50件ぐらい来とんねん。ありがたいじゃないですか、コメント50件も。これでなんでもっとさ。
ずーっと38や、ほら。ずーっと38。ほんで、俺今日携帯忘れてきたから、家に。知らんがなね。知らんけど。ダーク太田に拍車がかかってるわけよ。なるほどね。せやね。そうよ。ほら、急に119人になったよ。うん。そこぐらい見てくれてるんじゃないですか。おお、これまた38人になんじゃん。ああ、やっぱちょっと。いやいや、いやいや、なんてないでしょ。ほら、38人になった。嘘や。え、もうね、YouTube では、出てないな。ほんまに。あ、ちょっと待ってください。いきなりスパチャいただいてますよ。ほら、何誰 ？HD さん いただいたん誰？HD さんやけど、ありがとう。あれ ？HD さんありがとう。全然ダークじゃないし。ありがとう、いつもありがとう。いや、それはもうだってお金もらってる。お金もらった人には当たり散らかさないですね。当たり前やんか。俺そこまで。ちょっとこれね、コメントたくさん、コメントちょっとあれは、はい、なんで小西くんがコメントを拾えへんねんな。これそうっすよね、僕が拾えたらやりやすかったんですけど。そやろ、ストリームヤードおかしいんじゃないですか。ストリームヤードだっけ名前。ストリームヤードやで。ストリームヤードや。何がストリームヤードやねん。名前に切れたこの人。こっちはちゃんと月額払うとんねん。無料でやってんちゃうねん、こっちは。そうだね。もう何やねん、小西くん入られん。俺の小西くんが入られねんって、どういうことやねん。コメントね、拾えないんですよ、僕が。なあ、俺自分で拾って自分で、じゃあ、やったったりするわ。うん、そうするしかないです。ああ、ねえ。テーマは昔の女子プロレスメインイベントの対決っぽい。いや、それはね、ほんまにそうやなと思った。あの、あれやろ、ライオンズ・アスカとか、あの辺やろ。そうっす。ブルナガノとか。ダンプ松本。ねえ、ダンプ松本。ほんまや。こんばんは。あや、おーちゃん、こんばんは。サムネの顔悪そう。いやいや、これね、みんな勘違いしてんの。うん。これ、悪やから。うお、かっこいい。俺悪いから。ダッサー。ダッサー。悪いから。言われへんけど。まあね、ほんまに悪いことはしてきてるからね、いろいろとね。してないから。お前エンジェルでいてくれよ。ねえ、間に合ってお疲れ。ボボちゃん、お疲れ様です。ボボちゃん、お疲れ。ポーポさん、ポーポです。ああ、ボボちゃん、お疲れ。ポーポですね。ネギさん、こんばんは。うん、こんばんは。うん、挨拶だけはね、人間ね、うん、どんなにあのやつ当たりしてもね、気分悪くなったってね、挨拶だけはせなあかん、ちゃんと。うん、ね、ゆうちん、こんばんは。うん、アズールさん、仕事なんとか終わって間に合った。ああ、こんばんは。うん、よし、こんばんは。坂本ちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ゆうちゃん、こんばんは。うん、今日はもう全部呼び捨て。ですね。渡る、こんばんは。渡るさんね。ラン、こんばんは。ランさん、ランさんね。シュ、こんばんは。シュさんね。坂本ちゃん、もうさっきも書いたかな、坂本ちゃん。今日道の駅で車中泊しながら。ああ、そう。うん、おー、いいね。こんばんは。はい、ことです、こんばんは。で、スイコ。コさん。スイさん。スイさん。関飯、こんばんは。画面画面カッパこんばんは。あ、画面画面画面ヒロこんばんは。あ、いつもありがとう。いっちょとろとろ、あ、いっちょとろとろ、あ、いつもありがとう。こんばんは。あ、こんばんは。十九日レッスンありがとう。おお、十九日ってどこや。十九席じゃないですか。あ、この間俺のレッスンか。俺のレッスン。そうでしょう。そんな一言も言われへんかったで俺。いっちょとろとろですって。十九でしょ、だって。そうや、うん、席カオスしてる日じゃないですか。僕は行けてないです。土曜日ちゃうか。土曜日です。なあ、たくさん学べて普段と違う滑りもできて楽しい一日でした。また参加したいと思ってます。ご視聴の皆様もありがとうございました。言うて、うん、ちょっとありがとうございました。
言うて、ヒロこんばんは。うん、こんばんは。りょうすけ、また会う日まで。そう、会える時までさん。はい、こんばんは。さんこんばんは。おゆ、こんばんは。こんばんは、おゆさん。はい、おゆ、こんばんは。あの、僕、こんな偉そうに言ってるけどね、あの、年齢、僕より年上の人、怒らんといてよ。今日はもう、僕は、ダークを置いてから。こういうことを言ってる時点で、偉いやろ、俺。そうやね。うたろう、こんばんは。うたろう、こんばんは。そう、今シーズンのレッスンね、僕も今日も終わったんですよ、全校で。終わりましたね、終わりましたね、お疲れ様でした。残すところ、お疲れ様でした。あと残すところね、うん、残すところね、シャー君だけですよ。おほほほ。あと頑張ってくれる。あの、申し込みはね、受付してるんでね、ぜひ行ってください、うん。春は最高だから。うん。シシ、こんばんは。こんばんは。はい。佐藤、佐藤さん、こんばんは。こんばんは。グッドバイクス。ゴゴタッチ、こんばんは。はい、よろしく。はい、よろしく。ギタさん、こんばんは。ギタさん、こんばんは。ギタさん、優しいね。タケルさん。ああ、こんばんは。小田切と石油温泉のレッスンでお世話になります。いやー、ありがとうございました。ねえ。小田切ね。楽しかったもん、小田切ね。めっちゃ雪降ってたからね。うん。猫、こんばんは。猫さん、こんばんは。はい、ドリームタイム、こんばんは。こんばんは。マサオ、マサオ、待ってました。よし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 。こんばんは。ブルブル、アモン、こんばんは。よし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 。HD、ありがとう。お金もらったからね。わあ、ちゃんと、ちゃんと、俺言わんと。BMC さん、こんばんは。どうも。新日鉄釜石、こんばんは。新日鉄釜石さんです。おぉ、シーザーとした。お、そうだ。全身筋肉痛のまま、シーズンアウトしたかな。うん。うん。ねえ。ありがとうございました。おなに、なおにさん。なおにさん、こんばんは。おなに、こんばんは。えちゃん、こんばんは。えちゃん。ああ、えちゃん、こんばんは。あ、あちこ。こんばんは。あちこさん。あちこ、こんばんは。ぎぬちゃん、こんばんは。ぎぬちゃん。女性だと、ゆきさんもすごいです。ああ、すごいかも。あ、ああ、歌ね。何やったっけ、うん、この人のバンド何やったっけ、ジュディ&マリー。そうやった。懐かしいね。うん。ジュディ・マリア。せやせやせや。田中、こんばんは。うん、こんばんは。こんばんは。つくた様ともと、そうね。っていうかね。うん、なるほど。川崎、こんばんは。マクドンシーズン、そう。そうや。泉やな、ね。ほんまや。あの泉のバンクドっていうとね、入り口であのジャック・ダニエルとかビールとか飲まされるやつね、スタートです。やばいね。やばい。こんばんは、アジーノ。一緒。あ、これ先読んだね。うん。りょうすけ、タミオ、セリオボケ。あ、そうなんや。アズール、西川さんと松崎しげるさんのブラック&ホワイト、声量対決すごい。あ、そうなん。今日は黒ビールとラガーでブラック&ホワイトしてます。なんや、ちょっとうまいこと言ったような気にしてるやろ。うまいね。ね。あったんかな、これ、ほんまに、この対決。こういう対決あったんかな。面白そうやね。何をお互い2人に向かってわー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 言うてんの。それはそれですごいよ。うん、面白そう。ねえ、エンジョイ・ザ・ライド。こんばんは。こんばんは。マイ。マイさん。こんばんは。マイさんかな。ありがとう。ありがとう。そう、当たり散らせよ。コニさん、波どうでした？波、悪かったっすね。ちょうど入るときにね、風吹いてきて、昨日サーフィンしてきたんですけど。うん、前、僕30分でダウンしましたね。もうなんか気持ち悪くなって。え、何、どういうこと、どういうこと、どういうこと。体力っていう、なんか寄った感じですね。海入る前に、あとね、マクドナルドを久々に食べたんですよ。あー、あれ具合悪いんだって。なんかそれあるんかな。めっちゃ食ったんですよね。あるよ。マクド久しぶりに食べると、もう体グーンってなるで。うん、それでね、波もあるし、気持ち悪くなって。あー、そう。うん。そうか。乗れた。乗れたは乗れたけど、うん、イエーイっていうのは僕はなかったですね。ケイジは？
ケージはね、ちょっとロングラン最後して帰ってきたんで、粘ってて。そうなんや。うん。寒かったやろ、だって。ちゃんとドライスーツ着てるんでね、寒いけど大丈夫です。そっか。うん。大丈夫です。寒れへんすよな。そうなんですよ。すごいっすわ、あれ。そっか。主人、こんばんは。遅刻。ああ、遅刻か。遅刻です。悔しいです。これ。すごいね、めっちゃ下に潜り込んできてるね、もう踏みつけてもらいに。許さへん、そんな。ド M 感、ド M、ド M。許さへんよ。いいですね、新人さん、いいよ。その、あれやわ、仕事でなんで遅刻したか、理由ちょっと次書いてもらうと、許されへんわ、俺。まあね、朝まで仕事してるね。ね、ああ、お前、なんかこう、鉛筆の芯が折れて、もうなんか、誰かが用を落としてたら鉛筆やからずっと鉛筆の芯が折れてとかなんかそういう理由を書いてもらうな。やばいね。今でも。はい。いやいや、もうだって今も38やもん。おかしになってんだよ。いや、ちゅうなおだなったら215人。え、38になってる ?YouTube はなってます。マジ？ちゅうなってる。はい、なんとなく。214人。あ、どんどん減ってく、読んでたら寂しいね。あ、増えた。野崎、こんばんは。あ、キムさん、太田さんのおかげでスノボにハマってしまったんですけど、どうしてくれます？女知らんがな。いや、素晴らしいことじゃないですか。知らんがな。スノボにハマったって面白いんやから知らないや。面白いね。面白かったな、今日も。体少々痛くてもね、すべてもんやんか。うん。もうしょうがないね。ねえ。あの、赤い水星車覚えてる？うん。まだ来てくれて、2日連続。ああ、2日連続やったの。やってたからまた。突っ込んでました。いやー、もうやってた。マジですごいな。もう、あの、あれはなんていうんやろうな。多分簡単、平たく言うと、うん、滑落？マジで。すげえコロコロコロやってたから。あ、怖いな。みんなあのちょっと届かへんかもしれんからこっち回ってきてねって言ってる途中に飛んできてたからの人。行きたいんだね。もう本当にすごかったから。水星。うん。安藤シロさん。ほら、そうやろ。安藤シロさんや。そう、安藤シロさんや。だろ。こんばんは。こんばんは。タクシー、お疲れ様。こんばんは。めちゃんま。めちゃん、こんばんは。あ、ジャムは、あ、わた。こんばんは。最近ロームの移動を多く見るようになった気がします。ありがとうございます。俺は TJ や。もローム乗ってるからね。俺は TJ や。まだ TJ ブランドや。マジごとあかん、そこ、ね。そうなんですよ。最近美人にはまりました。あ、どんどん行ったらええよ。うん、どんどん行ってね、多少痛い目見た方がええわ。ほんのね、周りでね、で、これなんかやか、なんかやったらなんやかんやん言うたかってね、自分で痛い思いしてたらわからん。まあ、そうっすね。じゃろ、まあ、じゃろ、安全にね、安全に行きましょう。怪我しないように。まあ、そう、調子乗ったらいいね。帰ってこないからね、怪我したらね。そうや。なおにさん、あ、ちゃんとなおにさんって言ってる。ちゃんと初めてなおにさんって言う。ありがとう。嬉しいよ。あ、福ちゃん、こんばんは。福ちゃん、こんばんは。ありがとう、ありがとう。あ、もう、じいち、なんかもう、細かいな。なんて書いてないの、これ。林京ですか、林京。林京？うん。こんばんは。間違うとるな。何なってんねん、おい。こんばんは。めっちゃいいじゃないですか。めちゃめちゃやん。めちゃめちゃやんか。こんばんは。ヤマ、こんばんは。こんばんは。うん。ニューパパ、こんばんは。グラ、クラウドね。グラウド。クラウドジャケットとスモークビュー予約しました。新潟県で唯一買えるお店で、プロフィール画像のセットアップという色で。お、いいじゃないですか。ありがとう。ウィンドボーイさんかな？ニービーだ。ありがとう。ニービー、ニービー。ありがとう、ありがとう。アキラ、
こんばんは。アキラさん、こんばんは。なんだこの名前。本名。巨根でいい巨根、わかる。巨根でやろ。中巨根でやろ。巨が気になるっすね。今日しか入ってこないね俺。こんばんは。条件中の関山先生ありがとうございました。だから分からへんねんって。なんで分からへんねんって。ああ、この人とか、どの人かか。新しい気づきを得られた。ね、大変ためになるキャンプでした。来期も嫁ともども参加いたしますので、よろしくお願いします。次回はセッションへ申し込みをいたします。おすごい夫婦でご参加してくれたんですね。あ、違うんかな。来期もだから夫婦でってことですよね。そうだね。土曜日にね。これ分かったでしょ。どの人かね。ん。でも19日やったかな。19日土曜日のってかっこ土曜日かっこ19日ってまでしてるから多分今日は間違いないく。これだと思いますよ。いや、あの、マジロね、お会いしたら思い出すんだけど、うん、ちょっとね、こう、虚婚しか頭に今入ってきません。いや、でもセッション、ぜひ、面白いよ、うん、セッションは。ぜひ来てくださいよ。めちゃめちゃ面白いから、引っ張りますから、俺と。ね、うん。ぐわー言うて、うわー、もう無理ですよ、知らん言うて、やるから。懐かしいな、キューティースずっと。あまあほそうやねそうやね懐かしいな写真集あったな家に誰が来たあった気がする兄貴ちゃうかなこれやるやんかだいぶやるそれなキューティー鈴木の写真集持ってるってのはだいぶやるで、うん、ほっとはずっすよ確かまあだいぶやるでそれほんまに俺の周りには一人もおらんエタロウこんばんは。ああこんばんは。あパルはこんばんは。デムシーさんもうすぐ1万人。いやねまだやね。なかなかほんでなうちのチャンネルこれ、ね、あれやねんって、うん。チャンネル登録してる人が50何パーでしてない人が40何パーいやんねん。あライブ見てる人わかんの？ライブじゃなくて。ライブというか全体的に。あ全体的に。うん。登録してよ。せずに見てる人がいるんや。そうそうそう登録してくれよ頼むでよほんまねえおっちゃんおっちゃんおっちゃんさんありがとう優しくありがとうありがとうございますあれせったっけいちゃとろとろほらそら、はい、悪かったっすわあかんな謝ってまうな悩まってるね。これこそ逆切れするチャンスだったのね。なあ、お前な、今、あかんねん。あ、申し訳ないなって思ってしまったわ。いい人や、俺。めちゃめちゃいい人やわ。ジャパントリップ、こんばんは、関川さん最高。あ、豪健さんじゃないのこれ違うのかな豪健ラーメン、豪健ラーメンのロゴだけど、もっきりこれ。あ、ほんまや。ほんまや。何ジャパントリップって何合計さん合計さんじゃないのかなえ、でもこれ合計って書いてあるんだよ。合計って書いてある。書いてますね。来てくれてたもんね。すべてに。ね。姉さんこんばんは。何とか仕事終わったんで、車で聞きながら帰る。ああ、気ぃつけてよ。何ちょっと、これぐらいも。上原さん、こんばんは。こんばんは。古川、こんばんは。お母さん、こんばんは。ああ、こんばんは。こんばんは。はい。まあ、こんばんは。たーとか、まあとか。まあとかね。あ、ごめんね、閉まってんの、今。閉まってんの。あかねえ。こんばんは。こんばんは。ミキも、てんでるね。こんばんは。席の駐車場でゴーグルとして湯まみれ。なってた。見た、これ。なっとった。なっとった。あら、あれ、取れんの？いや、取れないんじゃないですか。取れんやな。多分。なあ。うん、まだね、水出してるんですよね、あれ。止めてくれていいです。いや、俺、これや、水で言うだろ、俺、もう文句言っていい？うんうんうん。小西くんと言ったさ、あの、みなかみの方、はい、はいはい。もう道路、あれ、温泉の水なん知らんけど、うん、めちゃめちゃ流してるやん、道路。うん。
ブーバー水ザブザブですよね。ザブザブやんか。うん。もうあれ最悪やな。車ガッチガチに凍るねんて。あれね、住んでた人どうするんですかね、住んでる人って。慣れへんのかな。ほら、ラーマさんとか住んでるやん。うん。で、みなかみに住んでる人、あそこ通んやろよ。通りますよね。バッキバキなんでんて。あれ、ほんで、うん。全然凍けへんねんて。ね、持ってったもんね、東北までね。みなかみの氷を。そう、福島を越えて。で、下島まで持ってってたんじゃん。下島まで持ってたっす。なあ。下島のあったまった日に落ちたっすね、確か。なあ。うん。ほら、そこまでくっついてんねんで、氷。あれはやめた方がいい。みなかみから。何百キロ。あ、雪道の方がええって。ほんま、あれはちょっと、どうして。もう今日はあれやで、ダークを分かる人、分かる人おるんちゃいます？やっぱり。分かる人いると思うわ。うん。コニーさん、来季のメインの板は何ですか？知らんがな。ラビンセレクトですよ。入力したデータが飛んでごめんなさい、言い訳です。仕事を遅刻した理由ね。分かるわ、俺も昨日かな。ずっと虹色のくるくるが回って止まらへんかって。いやいや、それ。あんまあ、同じね。ああ、わかるわ。めっちゃわかる。ちょっと飛ばしましたよ。ヘタロウさんとか。ミッキーマンの下ちょっと飛ばしましたよ。うん。わざと？ダークやから。ダークやから飛ばして。サーフィンも初めてです。知らんがな。始めてください。うん。こんばんは、こんばんは。こんばんは、はい、かやさん。かやさん、こんばんは。こんばんは。お兄さんの来季のメインの板は何ですか？知らんがな。ラビンセレクトですね。はい、気がつくと毎週お二人、お二人に会う水曜日が楽しみ。ありがとうございます。嬉しいなぁ。人がいるなんて。なぁ。ダークはダーク。ダークやろ。いやー、俺、ほんまにダークになってきたら、これ、コメント全部吹っ飛ばすと思う。確かに。なあ、ぎっくり腰。いや、ちょっと聞いて、はいはい、俺も痛いね、腰。腰？うん。特に左腰がもうビッキビキでさ。後ろね。うん、後ろ。で、うん、同じこういうなんか体勢になってると、うん、なんかこう持ってかれるみたいな痛みが出てくる。はい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 。捕まえるよ、ね、なんなんなんみたいな。はい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 。うん、あれ何？それぎっくりじゃないですか。ああ、マジか。ガーって掴みに来るやつ。そう。ああ、危ない危ない危ないってやつ。なったわ、もうそれ。ベイカーでなったんすよ。マジ？覚えてるわ。今年結構多いねんな、それ。多分、うん、その疲れですね、筋肉の。そう、筋肉か、うん。うん。そうか、筋肉で支えてんやもんな、だって。うん。こう、いろんなとこな。うん。後ろ側なるっすね。なる。だからちょっと今、姿勢よく歩かれへんぐらいになってる。ああ。ちょっとだから明日整体行ってこようもんね。うん、整体行ってこようやって。ああ、それ。腰違うな、肩違うな、膝が悪いですね。いや、膝って言うとったやん、さっきからっていうやつね。そうね、最初から膝って言うてこない。ディスケ、こんばんは。こんばんは、ディスケ。ニシン、仕事しながら待って。はい、つかちゃん、出たよ。いや、謝った？新しい朝菜は購入しました。謝った？直樹に。謝っといて、ね、直樹にスッキーですか？いや、まだですよ。あ、ちょっと寒い時何回か行っとこうっつって、ハートフィルムのケージと。いや、もう寒いし冷たいし、せっかくねドライスーツあるんだけど、あんま使ってないからね。そっか、あれだって沢登りとかも行けるやろ。
確かに行こう思ったらいける。あれなんかそんなんで行かはるよね。あのあれ、うん、ライジャケ着て。あ、冬の方がなんか強いの？水多いんかな、もしかしたら。ね、あ、ちゃ、雪解けか。雪解けの時期か。雪解け危ないでしょう、雪解けは。でもほら、エクストリームやったらそういうとこ行くちゃう。そうだね、そうだね。えらいっすよ、水の量、今年。絶対。めっちゃ多いんじゃない？うん。晴れた日とかすごかった、もうすでに。あ、そう。うん、川の水やばいっすよ。いや、また連れてかれんねんて、お前。まあ、やや。二人ともダークやし、出張中の門前です。言うてもた。いや、多分そう。いや、ほんまだかもしれんけど。たまにはダークもいいでしょ、ね、徳永秀明さんね、こんばんは。先週末に徳永正則さんですね。徳永正則ね。あ、違う、ごめんなさいね。ファーザーツリーマンいただいてきました。いいシーズン締めでした。いい、ね、まだ締めないでしょ。いやいや、全然締めようよう。ほらさ、シーズンアウトですとか、うん、私もうシーズンアウトって宣言する人いるやん、うん、知らんやんと思うやん、うん、なあ、うん、なんなん、また行きたかったら行ったらええやんって思うね。じゃあね、別に宣言しなくていいよね。なんなんですかね。わからんね。あと、うん、なんか俺もスノーボードあれやわ、卒業やわって言う人も嫌い。あれはライダー引退するってやつ。ライダーじゃない。プロ？スノーボーダー？プロ。プロ引退。まあ契約がもう契約専用になるんやったらわかるけどね。それね、自らね、うん、とかね。なんかでも引退とか知らんし、そうやね、卒業とか知らんし、うん、ああダークやろ、うん、こういうとこダークやろ。実は小西さんの方がダークかもしれない。ないです、ないです。エンジェル小西ですから。全然ないです、ダークなど。あれ、お金じゃわ。お酒飲んだらダークになるから。いやいや、もうそれね、よう言われるけども、昔の話。それをね、楽しみにしてる人もだいぶたくさんいる。うん、ね。収集つかんくなるからね、でも、あかんよ。仕事しながら、みんな仕事、もうだって9時半やで。帰り、これ夜勤やったらあれやな、ちょうどお昼ぐらいのとかな、この時間はな。帰ってきて取り戻してんじゃないですか。ああ、そっか。なんか、うん、データとか。いや、この琵琶湖行ってきたんか、まんちゃん、21。休みる言うてたやん、ないんで。琵琶湖が呼んでるんや。呼んでるってことじゃないですか、行ってきて。そっか、呼んでたんやな。そっか。やら。先日の関温泉でのレッスン。ありがとうございました。本当に楽しかった。嫁もヨッシーさんに、煽られて喜んでました。あれよ、小西の大腸でね。ああ、いいですね。そう。あれは面白いから。あれいいでしょう。綺麗になってきましたよ、かなり。今日もスムーズだった。めっちゃ。うん。いや、これな。いい人感消えてないっすってやっぱね。そりゃそうやね、いい人やもんね。よう言われる、俺いい人やって。そうかな、すっごい言われる。10人に会うたら10人にいい人やって言われる。うん、面と向かってよう言わんのっすよ、怖い人やから、ほんまは。やめてよ、まあ、やめて。ほんまに怖い人はほんまに怖いんやからね。俺なんかもう、めちゃめちゃええ人やん。びっくりするぐらいええ人やん。すぐコーヒーおごるで、俺。いや、飲んでええって。飲んでええって。俺、小銭いっぱいあるから飲んでええって。そうやん。ええ人やろ。ええ人やね。誰ですか、怖い人。え、俺が思う怖い人？うん。で、そのくくりはどこになるの？くくり？くくりやっぱ、スノーボーダーです。スノーボーダーで怖い人。うん。プロスノーボーダー、元でもいいですね。ライダーとかね。ええー。
ほんまに怖い人っていないかな。うん。いないね。俺は TJ の人たち怖いってみんなよく言うじゃないですか。みんな言うね。怖そうじゃないですか。怖そうやろ。あれだからその何やろ、生粋の不良やと思うね。でもさ、生粋の不良って怖い？いや、いいやつらなんですよね、不良。そうやろ、いい人やろ、うん、いい人です。めっちゃ優しいんやん。優しい。そら、あの、お前はアホを飲めって言われるで、もちろん。ねえ、たまになんか、おしぼりとか飛んでるとか見るっすけどね。うん。そんなん、でも、そんなん、何してんのって言い出したら、俺ら何してたんやねん、今までってなるやん。やばいな、それは確かに。そうやろ。そうやろ。だから、おしぼりやって投げたことあるしね。絶対。あるよ。わざわざうんこみたいな形にして投げたりしたことある。こうやって。ほんで、なんか誰かさ、女の子がさ、うん、なんかあのほら、可愛い子ぶってんのかなんか知らんけど、なんか、アヒルとかなんかやるやん。はい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 。なんかひよことか。ひよこかな。うん。うん、あんなガーつかってパーン投げるやんか。うん、なんかそうやって、それ遊びやん、一緒のな。うん。ああ、でも、怖くはないな、TJ の人みたいな。めっちゃいい人、ね、え、ちょっと待って、チャンネル登録してみたって、してなかったってこと？してくださいよ。いや、ちょっと笑えへんわ。しといてくださいよ、ずっと。ああ、笑えへん。笑って。俺、全然笑えへん。笑ってください。笑, 笑った。怖い怖い。放題木道中びちゃびちゃ、あれ放題木の道中でびちゃびちゃやったっけ。放題木もびちゃびちゃのとこあるんちゃいます。あ、とかあれびちゃびちゃやった、放題木やったな。そうですよ、放題木やし、まあ一番ひどかったあの指そっていうか、あの指そ、湯の陣行くあたりとかすごかったじゃないですか。 あの辺やな、あの辺、橋渡ったあたりとか。砲台に曲がるから越えた先ってことやな。うんうんうん。ああ、そうやったそうやった、あの辺広がったわ。天神ね。天神行く道。ああ。湯の陣まであたりね。やばかったですね。お、はじめましてやって。おお、嬉しいね、嬉しいね。チャンネル登録してくれてる。え、せよ、あかんでしな、ほんまに。初めてアンファジのビブパン購入しました。届くのが楽しみです。うん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。みなかみはご飯食べるときもズボンとか靴びしょびしょになります。ああ、そうなんやね、やっぱり。そっか。なんかあの、アットホームなお蕎麦屋さん美味しかったな。お蕎麦屋さん。ああ、はい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 、あそこね。うん。なんかでもあれやね、あっちの方のそばはちょっと味が濃いね。僕らからするとね。つゆだね、味が。そう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 、うん。美味しかったけど。ああいうとこやっぱザルとかがええんかもな、あれな、俺らには。ああ、ザルとかさ。うん、美味しかった。ザル食った。この間、ああ、そうそうだ。天神の時行った。行った？うん、ガラガラだった。美味しかった。いやー、食べたい。おそば大好き。石原慎太郎、みなかみ住んでます。奥とね、スモーカーク。石原慎太郎って言った、はい。ちょっと待って、ちょっと待って。石垣翔太郎さんね。あ、違うかと。石原慎太郎って言ったよね。うん、あの、ごめん、ニュアンスで言った、今。ごめんね。ダークオーダーから、今日は。わからんでもね。ホイールハウスの中はゴムハンナーで。いやー、でも、あれな、まあ、叩くのよくないねんて。叩くのよくないねんて。ね、住んでるんすよ、でも、この人は。え、ああ、そうやな。住んでる、ローカル。ゴムハンマーか。叩いたそのよくないよ。あのほら、別にネジで止まってるわけちゃうやん、あれ。確か。なんかこう、パチンってこう、パチンって。とんでもない、とんでもない。ね、車によるけど、大丈夫なやつだったらいいけど。いや、
ギュッてやつ、腰、そう、自分はレギュラーなんで右側、うん、ああ、そういうこと、そっか、俺、じゃあ、そっか、うん、後ろ足の方やもんな。そうなんですよ、僕めっちゃ滑りまくってる時になったっすね。ということは、小西君は右？右、僕もなり、なりそうなん。腹筋、この正解いったら腹筋すると、腹筋。ああ、しよう。腹筋、ほんまに効く。腰、痛くなくなる。ああ、うん。同級生、みんな同じこと言うてるわ、そうっすね。そうだね。まだ謝れてません。そう、あのね、わざわざ行き、あつかちゃん。わざわざ行ってき。4月のシャークのレッスン申し込んだ。おお、ありがとう。楽しみ。小西さん、破壊さん、うん、破壊三六？はい、三六。うん、楽しかったっす、めっちゃ。なんかあったんこれ。あのね、ディギンマガジンのイベント。ああ。フューチャーラボっていう。はいはいはい、言ってたね。そう、太陽光でリフトは動くのかみたいな。だったけど。天気悪くて動かなかったんですけど、ロープとね、リフトっていうか。はいはいはい。うん、で、それに小松五郎くんとかが、うん、あと、ゆきいたのゴムやつとかがコース作って、うん。そのコースすごい楽しかったし。そっか。そうなんですよ。僕、スノーボードブーツを置いてっちゃってたんですよね、なんと。そのスノーボードのコースが行けてると思ってなくて、ゆきいたやと思って行ったんですけど。うんうんうん、スノーボードも十分楽しめるコースができてて、そうだったかな。うん、なんですよ。ぜひ岡本、そうやね、佐藤慎吾ね。うん、ああ、オステオパシーね。そうそうそう、佐藤慎吾もこうやってやられんやろ、こうやって。なんかやるんやろね。やんのかな。近くにやったらね、ほんま。そうや。ああ、なんかでも、サトシのお友達っていう人と会ったぞ。うん、どこで会った関や。俺、高山帰るとき、車で、うん、あの帰る準備してたら、うん、あのプレイの河合くんとかいて、うんうんうん、ほんで、なんかその人がいて、うん、高山に読んだら来てくれるんじゃないですかって言うてた。うん、そうね、そうね。ねえ。そうやね、サトシの子供に俺、名付け親になったはずやね。マジで？うん、あれや、インスタライブしてて、うん。いつもの神様のやつね。うん、うん。で、やってたら、なんか、サトシから参加のリクエストが来て。うん、うん。ほんで、俺、パッて、それはサトシと思って、パッて承認したら、あいつお風呂入っとるね。うん。うん、間違えて押したんか、なんかで。うん。でもそんな知らんやん、うん、ちょっと付き合えっつって喋ってて、もういいですか、もう切っていいですかって言われながら、で子供生まれるんですって、生まれたんですとかなんか言ってて、うん、まあめでたいやん、もうぜひちょっと名前をって言って、うん、で女の子やったかな、男の子どっちやったかな、マロニーちゃんって名前ね。で提案して、めっちゃ可愛い、めっちゃ可愛いやろ。うん。うん、マロニーちゃん、美味しそうやろ。美味しそうやし。うん、つるっとして。透明だしね。なあ、お肌つるっとして。ね、美人やろね、女の子やったら絶対。じゃろ。だ今度会った時、もしマロニーちゃんじゃなかったら、どついたろ、思って。で、どついた後、鉄のケツでめちゃめちゃアタックされんねんで。やばいやばい。鉄骨のようなケツで。うん、カッチカチやからね、お尻が。びっくりするぐらいカッチカチやもん。うんね。何しても痛ないであれ、たぶん。はい、かまたらに、こんばんは、遅くなりました。事務所での仕事、疲れた、明日、点検だい。あ、ね、ですね。何？ロームのエージェント何本も乗り続けてるものです。もうダークなお二人の心に残る一発のボードエピソード。しゃあないな、答えたらこうならな、うん、どうする、俺から行く、小西君から行く、
僕から言っていいですか。いいよ。サクッと終わるから。これもうね、やっぱロームの板で、今、いろいろグレーとかもあって、自分で作った板とかもあるんですけど、うん、なんかね、ロームの板で、マウンテンディビジョンって板があって、うん、なんかね、グラフィックめっちゃ気に入ってた板があって、あの、これね、これのやつ、これのやつ。いや、鹿のね、1個前かな、木目と、なんかちょっと緑っぽいのがついてて。あー、思い出した。うん。かっこよかったやつ。そう、それでね、天神で優勝したんですよね、その板で。ああ、バンクドスラローム。うん、バンクドスラロームで。うん、そういうの覚えてるっすね。大会で買った板とか。そうか。っていう感じですね。よし君は？俺はね、うん、あのティリエア。で15歳でスノーボード始めてこもって、うん、そのいやーその年じゃないな、17ぐらいかな、うん、に俺こもってるとこにオーストラリアからその一人外人が来てて。うんで、そいつが乗ってたの、ケリーエア。うん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 、あの、黄色と赤と黒の、白のあの、初期のやつ。うんうんうん。ほんで、それ、もういらんって言うから。うん。いや、ちょっと、それ、売ってくれ、つって。うん。3万って言われて。うん。いや、でも、その時俺、イントラやってて、うん。月の給料が3万ないぐらいやって。安そうや、うん、でまあ飯は宿も飯もさついてたからさ、うんうんうん、使うことなんてないんだけど、うん、で悩んで悩んで3万ぐらいで買うて、うん、でそっからアルペンとフリースタイルをやるようになったっていう板やね、うん、だからそのにとってはフリースタイルの1本目ってことですか。そうそうそう、うん、それまではもうアルペンボードしか持ってなかったから、うん、すごい思い出に残った。いいですね、うん、めっちゃ普通に答えてもうた。そうやね、うん、あのなお分かった小西、はいはい、ダーク疲れる。ダーク疲れますか。普通でいい。普通でいいと思う。普通でいいか。うん。もう疲れへん感じで言っていい？うん。ね。多分ごめんな、みんな生意気言って。みんなも本の方がいいと思います。見てる人も多分。な、笑顔にならへんもんな。僕があんなやと笑顔にならへんもんな。そうやね。アンドシロさん、今シーズンまだまだ行く。俺も行くよ。もちろんやん、そんなまだまだ終わってへんやん。僕、あれ、ほんまに思うねん、あの、シーズンアウトっていうやつ、あんま好きじゃないね。また言ってる。もうええか。いや、新日鎌さんとか、あの、ちょっと怪我したイグッちゃんとかも、うん、嫌いなよね。シーズンアウトって言ってた？言ってた、イグッちゃん言ってた。それはな、わざわざ言わいでええやん。そう、怪我したからね。怪我はしょうがないかもしれないけど。みんなにそれを別にわざわざ報告せんでええやん。しれっと、はい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 、しれっと滑れんかってええやんか。な、シャロン、シャロン、シャロン。はいはいはい。シャロン。はいはいはい。エンジェル。急にダーグ終わった言うのにダーグ出してきた。うん。そんなことないよ。別に言ってもいいですよ。シーズンね。そうや。俺もなんかどっかで卒業言うてたし、うん、こんばんは。仕事をしててコメントくれた。おととい、安比の温泉、真面目な和柄の入れ墨おっちゃんって出るタイミングが同じになったので外に片瀬里のおるかと思ったらいませんでした。何、片瀬里のはそういう感じなんですか。あの極妻やで。極妻か。極道の妻たち。なるほど、うん、あんた極道の女舐めたら飽きまへんでやだっけ。なんだっけ、あの庭下島だっけ。うんうんうん、うん、でね、そう、あれ見たことないんですよ僕。ほんま。うん、あれは確か片瀬里乃のおっぱい
マジで。あ、おっぱい出しとって。それは見たことある。そのシーンだけ。そのシーンだけかい。ダークになってもかっこよさが際立ってる？ありがとう。ほら、ダークやめたら数字が38から258になったよ。すごっ。やっぱちゃんと話してよしろってことなんじゃないですか。そうな、ごめんな、みんな。あ、また38になった。琵琶湖もそろそろいい魚が釣り出しましたね。だって。そうよ、山も水辺も楽しいよ。本当にね。で、またね、うん、釣りしながら山に雪が積もってるのを見るのもすごく綺麗なの。ああ、綺麗そう。そういうのはわかる。うん、ね、こんばんは、ヨシーさんのおまじゃり、何度も楽しく、ありがとう。ああ、注文してくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、うん、北斗、北斗はあるよ。ただね、そんなもんはむやみやたらに振り回しません。素振りするぐらいだよ、うん。1月までは雪、草。そう、ユージュンさん、めっちゃ滑るっつってたね。1ヶ月しかオフないっつってたっすね、1年間で。えげつなくない？えげつないでしょ。もうちょっとオフ取らんと、体壊れるよ。うん、あれか、キングスとかああいうところ行って滑る、うん、もう行くっつってたし、なんか人工芝みたいな、プラススノーみたいなやつ、もとこも行くっつってた気がする、確か。すごいね。うん、僕は釣りする。こんばんは、関温泉でのセッションありがとうございました。あれ以来毎回セッティング確認してます。そうか。ありがとう、オリさん。オリさん、セッティングのこと言うたんやね。こう、僕ら結構セッティング攻めるやん、お客さんに。なんでそのセッティングなんって。詰めるやん。なんかあんの、その理由、みたいな。うん。スタンサーでーってなるんですよ、大体。ね、スタンサーでーって。でもね、例えば今回の席とかは、結構自分で、うん、いろいろ試しててっていう人だね。うんうんだから多分その中のお一人だと思ったけど。そうそうそう。今日ね、すごいスタンスで滑ったっすよ。3-3って言って。おお。今日ロームの板の撮影してたから、おマナトが乗ってた板、うん、マナトのセッティング。48センチ3-3。マジで、うん、3-3ってなんかもうグーフィーに感じるんですよね。ああ。グーフィーめっちゃうまく滑れた。あ、そう。うん、でもレギュラーはもう、怪我しそうだった。めっちゃ怖かった。ああ、違和感だらけ、うん。膝ぶっ壊れそうな感じしたっすね。そっか。向きたいけど向かれへんみたいな感じ、うん、そう、うん。めっちゃ、なんかおかしかったっすね。マナとあれちゃう、股関節とかめっちゃ柔らかいんちゃう、うんうん、そうかもしれん。なあ。うん、そう。ああ、TJ 乗って怖がられると仕事しにくいので、せめてヒゲを剃ろうかな。怖がられない。TJ なんかそんなね、大丈夫です。大丈夫。全然大丈夫です。僕らなんか怖い思いしたかって、したことないもん。あ、あるわ。初めて会った時怖かったね。ウェアユープありがとうございます。バートンさん、ジェイク・バートン、ジェイクさんだ。あ、こんばんは。本日はよく打ったね。したね。まだまだある。関温泉は4メーター、5メーター？今。4、5メーター。あるよね。うん、あ、ブルーグレイ。ブルーグレイ人気ですよ。ブルーグレー人気です。腰痛には丹田に疑問。あ、お前。待てよ。これやんか。確かに。忘れてたわ、鉄人のこの言葉を。そうや、わいも言われたんだ。腰痛い時これ言われたし。要は、サポーターってことか。いや、ゆるくていいんですよ。ゆるくて。ゆるくていいって言ってたっけ？うん。
細かいなこれ。わかった、ちょっとやってみるわ。ほんまかいなこれ。今こそ試す時じゃないですか。そうやな、そう、にわかに信じられへんやん。だってちょっと待って、紐ないか。紐巻いてみてくださいよ。紐あるわ、巻きましょう。ごめん。そう、今日ね、そう、ロームの撮影でね、接触事故がありまして。実は僕とね、チーマネが接触して、僕はなんか買わせたんすけど、チームマネージャーが吹っ飛びまして、肩をちょっと痛めちゃって、骨折とかじゃないんですけど、でね、それを治すのにね、てっちんがなんか魔法をかけてましたよ。絶対治らへんと思った。魔法をかけてたっすよ、なんか。そんなんちゃんとさ、そんなんで治ったら医者いらんやん。そうなんすよ。でもね、ちゃんと病院にも付き添ってあげてたんすよ、てっちんは。結局。噛んでってどこや。へその。へその。ちょっと噛んでの場所調べて。へその。指2個ぐらい植えちゃうかったっけ。あ、へその指2個ぐらい植え。食べますね。うん。へその下でした。あ、下。2個ぐらい下。サンスン。サンスン。スプーンで言うか。この辺やな。そうっすね。丹田はすごいぞ、なんか。丹田で調べると、なんか、やっぱ、すごいサイトがいっぱい出てくる。おへそより指3、4本分下がったところにあるツボです。ちょうどここぐらいよ。チャクラ。チャクラとかいろいろ書いてますよ。チャクラ難しいな。うん。まあ、でもそれを巻くだけで治るんで。どうです？聞いてきました？あれ？いや。乗った？あれ？あれ？楽になった。いや、だって俺今普通に立ってるやん。うん。え、そんなんもできなかったんすか？いや、もうこんなんやってんねん。マジっすか？いや、あの、はい、ちょっと待って。うん。あれ？ほう。違う？あれ？俺、こういうの全く信じひんの、小西くん知ってるやん。うん、知ってる知ってる。バカにしないの知ってる。うん、めっちゃ嫌いやもんね。めっちゃ嫌いやねん。いや、ちょっと待って。痛いね。うん。あの、痛みがなくなるわけではないね。うんうんうん。でも軽くなった。あら。そんなにギュッて締めてないねんだよ。うんうんうん。あれ？あれ？聞いた。すごい。すごい。てっちんすごい。これは、やっぱ、ほんまなんや。え？あの、ちょっと緩く巻いてるぐらいやねんて。すごいじゃないですか。か。てっちんごめん。バカ、めっちゃバカにしてたけど。ねえ、聞くんすね。もうなんか聞いてる気がする。ええー。待ってよ。うん、やっぱ痛いねんけど。うん、痛いねんけど、幾分かマシになってるわ。うん、すごいね。あ、それ実感してするんや。ちゃんと。あ、すごいね。こんな新人人が、そうやって言うてるってことはすごいっすよ。うん、本当だと思うよ。痛い人は、うん、巻いてみてください。ちょっとやってみて。あの、ね、ゆるゆる
だとあかんと思う、うん、でも、うん、なんかこうギューってしない全然、うん、ギューってしない、でも全部にこうちょっとこう肌に当たってる感じ、触れてる感じね、うん、にしてる今は。やばっ、俺もこれずっとずっと紐をやってるわ多分。あら、ほほー、わかるで、すごい聞こえる今、サポーターコータらへんねんってすごい聞こえるでもこれだけでこんな何やったらサポーターあったらいたなくなるんやろうな今ちょっと思ったから買おうかなと思ってる。うーん、あ、ちょっと今日はこのままやらしてもらうね。そう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 、ちゃんとフォローしてくれてるって、今日初めて来た人。今年こそはね、ママチャリお風呂でやるから。お、去年結局できへんかったよ。うまいね。うん。ストレッチ、ね。うん、腹筋、背筋、あ、これは絶対効く。うん、やるわ。うん。うん、やるやる。そう、これね、神様、ちょっとね。やってないの、今日も携帯忘れたからできませんので申し訳ないね。ああ、封印大活躍ね。下田片瀬里乃、片瀬里乃、あれ片瀬里乃って書いてんかった、さっき書いてたでしょ、俺なんて言ってたっけ、忘れた、なんか片瀬奈々、違うか、あ、片瀬奈々、なんかもう忘れてた、間違えてた、シーズアウト言わせてください、ね、感じか、シーズアウト、はい、ありがとう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 ございます。オナニーさんは脳震盪して読み取り者からストップかかって、ね、マジか、そう、アズルさんと一緒に来てたもんね。ねえ、お二人で来ていただいたのもね、うん。医者からも食らったんか。でもヘルメットしてたでしょ。してた。お二人ともね。うん。それでも脳震盪になったの？そう、なんかそうや、そうコメント来てた気するね、先週か。ちょっと、うん。あ、忘れた言うて。なんか。そんなんちゃうかったっけ、なんかそんなんあったよね、あ、なんかあったね、あった気がする、うん、いやーすごいね、ちょっと丹田にも、うん、あ、クキモンスターさんこんばんは、どうも、こんばんは、ファッチのピップパンツに丹田刺激機能がつく2,000〜3,000点、うーん、3000点買うてくれんやったら、あの、作りますよ、3,000点いや、ね、カムタアニさんが3000点買うてくれんやったら作ります、はい、ほっかほっかほっか、そうや、なんかほら犯人見つからんいうやつあったやん、うん、そのぶつかってってやつ、ああはいはい、店の番号を教えた人ね、そうそうそう、60歳ぐらいの、うんうん、なんかどんな板って言ってた、なんかわからん、あの上くんの何だっけ、ウムラウト、うん、やっけ、違うわ、フィールドアガスか、フィールドアガスだっけ、なんかや言うてたね、ちょっとごめん覚えてないけど、あれだからゆうちゃんやったっけ、
あのその場で電話かけるっていうのな、うんうんうん、あれ絶対必要よねと思った俺も。必要っすね。いや僕ね、うん、またもう一個事故ぶつかった事件があって、実は何いいな何いいな、息子がうんぶつかったんですよ、うん、どこで？杉の原で。おう、なん、まあ1週間ぐらい前かな。うん、でまあうちの息子が結構、まあ、ちょっと分かりづらい動きして、うん、コース外からコースの中に飛び込んできたような感じかな。あ、はいはいはい、でそこに後ろから人が突っ込んじゃって、うん、いきなりの方は大丈夫で、そのもう一人の女の人がねちょっとか、うん、顔面打っちゃったみたいな感じになっちゃって、で、あ、連絡先教えときます、言って僕、うん、すいません、言って、うん。で、電話、鳴らしてもらったんかな。うんうんうん。うん、で、小西ています、言ったら、え、小西さんですかみたいな感じになって、ちょっと、ね、変な感じになっちゃったんですけど。ああ、バレとったんや。バレちゃったっすね。バレたくないなって思ったんですけどね。まあ、しょうがないなって思って。そうやな。うん。いや、もう本当にあれは申し訳なかった。まあ、うん、大きい怪我にならなくてよかったんですけど。よかったよかった。うん。まあでも、その後のは、もう僕前から言ったけど、うん、その、うん、ね、安全な遊びじゃないから、うん、別にそういうね、どっちが悪い、どっちがどうのこうのっていうのをまず置いといても、そういう事故ってあるやん。うん、ね、まあ、ね、それが人だったり木だったり石だったり、うんうん、なんかわからん、あのリフトの鉄柱だったりさ、うん、いろいろあると思うんだけど、でそういう時にそうやって嘘を言うやつおんねんなと思って。いやーやばいっすよね。それも60くらいのって言ってたんでしょ、うんうんうん、なんかええ道具使ってたんやろ多分な、ボルコムのゴアテックス着て、うん、板もいいやつこうてな。でもなんかあのコメント、俺もあれ見返してん、いろいろ、うん、そしたらなんかのコメントでその住所、うん、住所をパッと嘘つけるっていうのも難しいと思うね、うんうん、住所も最初の方は本当で、後ろの方でなんかバンチかどっかで嘘ついてるとかさ、うん、なんかそんな可能性大いにありますよっていうコメントがあったりして、それはもうそうやなと思って。いや、なんかすごい大怪我でしょ、だって、あの、被害者の方。ただ、うん、ただ僕らみたいな人間からしたらさ、うん、すごい申し訳ないかもしれんけど、うん、その被害者の方が言ってることも 100% 本当かどうか分からへんや、うん。僕らはこうやってこう、ただただこのツイッターとか、いつかとか、うん、言ってるだけでは。うん、だからどこまでほんまでっていうのは分からへんけど、うん、でも実際そういう怪我してるわけでしょ、うん、でまあ連絡取れへんってことは、ね、嘘を教えられたってことはほんまないのしね。うん、そうですね、うん、まあ嫌だなって思うからちゃんとしようねって思いますね。本当にお互い電話かける、その場でな、うん、そうちゃんとやってたわ思って、偉いな。うん、いぐちゃんが書く前にっていうか、その事故が全然僕うちの方が前だったんで、うん、ちゃんとやってた思って、いやーよかったよ、うん、ね、でもなんかレッスン中に結構、うん、誰かと誰かがこうバーンってぶつかったりっていうのを見ることはあるね。うん、あのうちらがどうこうっていうんじゃなくて、うん、別に人ね、結構見るね。そうなんすよ、結構ちゃんと前の人見とかんと、とまあ変な人多い時に変な動きをやっぱしたあかんのと、そうね、みんな分かっててもやっぱぶつかりそうになったからね今日。うん、ぶつかったんだけど、そうそう、はい、まあ本当そういう遊びなんだって、うん、もうそれを
危ないから言うて、なんかどん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 危なくないように、なんか規制だなんだとかと、うん、もう結局面白くなくなるから。そうなんですよね。だからもうそういうもんなんだって。うん。あとはその、なんかあった時のね、今回みたいな。うん。時にこう、誠実に対応したり、うん、ちゃんと電話番号をかけたり。ですね。うん、なんやったらもう免許証をよこせぐらいな。まあその時に誰かおらんかったら、その人をほっといてどうのこうのとできんかもしれんけど、でもパト室までな、ついてこい言うて。うん。叫んだお前ついてこい言うて、一応もう連れて行かして、もう免許証持ってこいぐらいせなあかんのちゃうかなと思った。さあね、そこまでひどい場合はね。な。だって泣き寝入りになってまうよな。いや、ほんまにほんまに。でしょ？その医療費だとさ、まあ、保険から出るんやろうけど、保険入ってたら。うん。でも自分の保険やんか、そんな。いや、こん、嫌な話。この当て逃げの話とか。いや、でも見つかってほしいなと思ってね。そうですね。まあ、そうですね。もちろん、もちろん。ね。嘘ついたかんってそんなのねえ悲しいよ当て逃げいやー怖い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 いやなあね車の事故の時はこれは必ずやるよねそうね見せろっつってね、大事ですね。ちゃんと。大事大事。でも俺何回か運転しててこう、もう多分疲れてたんか眠かったんかわからんけど、信号待ちで待ってたら寝てもたかな。うん、でブレーキ足で踏んでるブレーキ緩まって前のタクシーにぶつかったんで、ね、何回か。うん。タクシーとかいろんな車に。うん。それね全部許してもらったことある。あマジで全部許してもらったんや。うんええわ、兄ちゃんよってな、別に後もついてへんし、何もなってへんから。ええわ、ええわ、気ぃつけやよって。おぉ、優しい。やろう？そうよね。そうありたいね。そうありたいね。で、僕も、そういう時は、別に何もなってへんかったら、ええよ、ええよって言う。もしその、ええよ、ええよって言ってもらえへんかったら、こうやって出ていったんやな、こうやって。あだから気持ちよく気持ちよくしたいね。ここではなんかもうほんま自分も誠実で、ね、たら相手も誠実にしてくれると思いたい。ほんまよ。だなくした財布が出てこんへんかったのはショックやわ。ああほんまやね。ワイも落としたパスケースが出てこないのはショックです。そっかやな。誰が持ってとんねんで、あれ金取っとんねん。ねえ、ほらよね。うん。まあ、いろんなやつがおるわからね。いやいやいや。いやいやいや。まで、ダークオーダーできへんかったな。じゃないですか、ダークなんなくても。そう？でもすんごい数のコメントいただいてるよ。嬉しいね。そうや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 。あの今週末神田行くんですよ僕たち。あ、そうなんです。ね、あの薄井さんとスライドラインさんの展示会。試乗会か。試乗会だ。あれ誰でも行けるんですかあれ？多分ね、登録制申し込みした人だけじゃないかな。ああ、そうなんですね。なので、はい、もう2日間。僕もちょっと腰の調子が良かったら滑ります。ウェア展示するんですか？うん。なるほど。だから、ご試着もいただけますよ。ただスペースに限りがあるからそこで並べれる数しか並べれないけどね。
な感じですね。多分全部は並べれないな。で、その次の週は、うん、その次の週だっけ、妻越え。妻越え、いや、一週空いて。一週空いてっけ ?4 月8、9か、90ですね。90だっけ、週末だよね。はい。うん。ニッパルコール、初めて行くよ、僕。神田さんも初めてやけど。まあ、僕もっすわ。ニッパルコールも初めて行くわ。うん。楽しみ。うん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 、何一緒に滑ろうぜ、イエーイでしょ、パルコールは。神田とじゃなくて、パルコールはそうですね。2時間ぐらいとかですね、確か。あ、そうなの？確か、確か。あ、1日2時間、2時間ってことか。だったと思いますね。ああ、そうか、そうか。で、あれがあるっしょ。アイザーデオのイベントがあれ。あー、なんか LINE で来てた、そうやった。インスタでも結構出てくるんですけど。そうやね。うん。だからボールのやつでしょ？うんうん。うん。でも遊べそうですよ。ねえ。面白いんじゃないですか？ねえ。あんな人の滑り間近で見れるのは楽しいと思うよ、絶対。ありえへん動きするはずやで。ありえへん動きしますよね、あいつは。だから、ね、あの極楽坊主も来るし、多分坊主カズとかも来るんじゃないですかね。うん、うん、すごいの見れると思いますよ。見るだけやったら金いないの？ただやろ。あれそう、出るとかなんだ、どうなの？出る？滑るのどうなっつうのかね。なんかエントリーとかあんのかな。もう滑りたいけどな。負けじと滑って、うん、あとカズにマックツイスト教えてほしい。え、教えてほしいの？教えてほしい。僕が教えてあげるやんか。あ、確かに。あの、口頭で。どうやってやるんですか？今聞いて。だから口頭で、あの、うん、バックサイドの壁に入ってったら、うん。あの、あ、顔と頭をまずキュッてやんね。うん。こんぐらい？うん、もうちょっと。その角度によるわね。もう入ったら侵入角によって、この角度、組の角度が変わるよね。向きがね。そんで、こう。テールが抜けるぐらいで、えいってその。えっ、うん、もしあれこっちに向こう。こっちでしょ、ですよね。こっち、こっち、こう、こうやね。こっちやね、こっちやね。ごめんな、ちょっと口頭でしか説明できないけど。いろんなやりに行こう言われたときは、俺もドキドキしたわ。やめて、ほんまに。ふざけんといて。ちょっと開いててできんかったね。あれはちょっとほんまに怖いけど、ね。でも、最後にやったのも47のパイプやって、確か。ああ、そうだ、そうだ、そうだ、そうっすよ。あの小西くんと行った時な。そうですね。俺動画作ってたやつですよね。うん、あれ以来やってないってことはもうすごいやばい。やばいね。めっちゃ古いね。あれね。ね。楽しいゲレンデだって。ドパウ。楽しみやね。でどこにあるんやった、ね？群馬県？妻越え、群馬県。あ、ビアフォンのね、マスタードの実物はね、うん、ちょっとカラーだけはさっきもう少ししたらお出しできると思います。もう。うん、ちょっとお待ちくださいね。ね、楽しみ、楽しみ。ちょっとまあ、もうそろそろこの、消していいかな？腰痛には丹田に紐。うん。実感してるから今。これさ、腰痛に丹田に紐で効くんやったらさ、膝にもなんか巻いたら効くんじゃん。どうなんやろう。
なんかでもさ、この膝の下の、うん、ここをさ、ギュッと締めたら安定すると言わへん？あ、なんかあるっすよね、そういうバンド。あるよね。うん、膝の下に巻くバンド。ねえ、あれそういうことなのかな、うん、あれまた違うのかも。分からん。試しみたいな。あれじゃないですか、てっちん読んだ方がいいんじゃないですか、ね、ほんまやな。そういう、もう一回呼ぼうか、じゃあ。うん。てっちん。結構何回か言われんね。てっちんの方がやばかったって。言われるっすね。言われんねん。あの回やばかったっつって。あれ残ってんすか？残ってるよ。怖いな、もう一回見んのは。でも別に、うん、あのライブ中はベロベロ酔っ払ってるっていうシーンはないよ。うん、あ、それはよかった。うん、ないないない。あの後やん。うん、あの後。よかった。うん。だから、あのライブ中は大丈夫。まあ、ちょっと見てみてください、皆さん。ねえ、面白いですね。なんてやつかね。ん？河合徹子。再生リストで、ライブの再生リストがあるんで、うん、これでこう遡ってくれたら、あるはず。結構数あるんで、もう今、ライブの。そうっすよね。もう何十本あんやろね。もう50本ぐらいあるのかな、わからんけど。そんなないか。あれです。移動中とかね。ああ、そうですね。見てくれたら嬉しいなと思いますよ。うん。動画も最近上げてるんでね、コルチナのヨシヨシ君が上げてるんでね。今ね、あのボコボコハウツー作ってますから。あ、そうですそうです。お待ちください。もうすぐ公開できると思います。ボコボコハウツー。ね、ボコボコやからね、スキー場も。うん、あれはね、作ってて思った。うん、僕が前作ったツリーランのやつより入ってくる、頭に。あ、本当。内容が。うんうんうん。そうっすよね。ちゃんとしてるなーって感じだったもんね、あの時もね。ね。うん。でね、長い。長いんや。25分ぐらいあるよ。あ、そんなやってたっけ？うん。この斜面で。そう、25分ぐらいある。それを2回に分けるか、うんうん、1回ずつ1回ドンってやるか、うん、いいかなと思ってたんだけど、うんうんうん、もう1回で見てもらえた方がシンプルでいいかなと思ってね。そうですね、やってもらいましょう、やりましょう。ちょっとじゃあ編集しようかな。今日皆さん、ダークオーター最後までできず、僕の何でしょうね、こう人の良さというか、性格の良さというか、なんかね、漏れてくる、そういう部分がね。溢れてる。優しさ。優しさが溢れてるよね。ダークだ、ダークだって言ったってね、おっしゃった溢れ出てくる。ごめんなさいね、皆さんね。だって僕はダーク太田とエンジェル小西って書いたのはあれはもう勢いですから。何これ。もろもろいから。もろもろいと思ったんですけど、できなかったんでね。まあ許してください。ちょっと、まだ来週何を話するか。っていうか来週は何だっけ？いる？来週、いる？30いる。いる。いる？ 30 日います。いるね。大丈夫です。うん。いるよね。俺もいる。うん。うん。はい。やりましょう。お待ちしております。
またやりますんでね。よろしくお願いします。はい。はい、じゃあ、こんにちは。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ぜひぜひ、ハウツー動画、楽しみにお待ちください。それでは皆さん、良い夜を。良い夜を。